いらっしゃいませ。山月移住者の日記の丸です。今日は私の大好きな山ごはん研究会第2弾です。この私がやっている山ごはん研究会では4つの条件をもとに山ごはんの研究をしております。その条件というのは美味しい、簡単、早くできて、言いやすくできる。この4つが揃うご飯を求めていろいろ試してみようというのが山ごはん研究会です。今日はですね、鶏とごぼうを炊き込みご飯にしようと思っております。炊き込みご飯ってめちゃくちゃ特別感があるじゃないですか。私はね、もうお家で食べる時でも炊き込みご飯の日はすごいなんかお祝い事みたいな、ちょっとねなんか特別なイメージがあるので、山でも頑張った時にその特別な炊き込みご飯を作れるようになりたいなと思って、今日はこのテーマにしてみました。では早速今日の食材と今日の調理器具についてご紹介したいと思います。まず食材は鶏肉と、米1合、ごぼう、そして生姜の刻んだもの。調味料は塩、めんつゆと、あとはまあ米を炊く用の水。そして今日使う調理器具は私の大好きなネスティン、ソトの ST310 というバーナーです。それでは作っていきたいと思います。まず、このボトルには米1合と細いごぼうなんですけども、ごぼうが半分と、あと生姜小さじ1杯が入っています。お米はあらかじめ研いでおいて、ちょっと湿ったものというか水に浸ったものを使うと米が炊きやすいですね。今日のメイン、お肉ですね。今日は鶏もも肉を一口大に切ったものを使います。で、今日は米を炊くのと、このお肉も煮えないといけないので、水はねちょっと多めに入れますよ。で、今水はこのメスティンの内側の線のところまで水を入れました。下準備はこれで OK です。では火をつけていきたいと思います。点火、はじめちょろちょろ、中パッパですからね。最初は弱火でいきますよ。私が作る、山ご飯はですね、ちょっと男らしい飯なんですね。というのも、あんまり、まあ見た目がかわいいというかね、綺麗っていうよりかは、もうがっつりうまいもん食べたいんで、そういうのに特化しています。今日もね、なので、本当にね、山ってやっぱりあんまり山の上でゆっくりはしたいんですけども、どうしてもね、道具はあんまり持ってけなかったりするので、もうできるだけ簡単にっていうので、調味料も少なく絞って作ってみようという。今日のね、メニューでお肉をね持ってくっていうのがあるんですけど、お肉をね持ってくのって結構難しいんですよね。一つの方法としては、冷凍した状態で保冷剤だとか保冷バッグに入れて持っていくっていう方法ですよね。で、もう一つとしては、そもそも調理済みのお肉を持っていく。缶詰のね、お肉とか、サラダチキンみたいなのあるじゃないですか。ああいうのとかを調理用に使うっていう方法がありますね。で、野菜とかは、あらかじめもう切ってすぐ使える状態で持っていきます。で、今回は
お米と一緒にね最初から入れちゃうので、何個も何個も小分けにするとそれも荷物になるので、一つのボトルに入れて持ってきておりました。これがねちょっとプクッとしてきたら調味料を入れてみようかなと思うんですけども、まだかなまだかな、ちょっとねブクブク音が聞こえてきたので調味料を追加していきたいと思います。あら、音はしてたんだけどね、くつ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 ってね。で、これはめんつゆですね。もう今日のメインの味はめんつゆです。そして塩っていうのは味をね整えるっていう、なんていうか役割があって、ただの塩分じゃないのでね、こういうのをちょべっちょべっとね入れるわけです。めんつゆもまあ大さじ3杯4杯ぐらいかなと思いますね、今入れた量で。今まではね結構フリーズドライ、水を入れるだけで炊けるご飯とか、まあ、お湯を注ぐだけとか、そういうのがほとんどだったんですけど、やっぱりせっかく気持ちいい景色の中でってなると、そういうものよりもなんか自分たちで作ったもの食べたいなと思って、最近はフリーズドライとかよりもこういうちょっと自分たちで作るというご飯にハマっています。あとはねちょっと味もね飽きてくるんですよね、フリーズドライとかだと一食300円とか400円とかお米だとしてくるので、それも結構毎週のように山に行ったりすると費用が重なってくるので、なので最近は自分たちでお米持って、自分たちで持っていくとねさらにもう一個いいのはたくさん食べれるっていうことですね。ではそろそろ中パッパのタイミングに入ろうと思います。今このお米を炊き始めて7分弱経ったんですけども、ちょっと火を大きくしてみます。ちょろりんちょー、やりすぎると焦げちゃうからね、このぐらいかなと思います。そろそろちょっといい匂いがしてきたんですけども、はー、これがもうだいぶ言ってますよ。これほんとねちょっとだけ危ないので火をちっちゃくまたしますね。今で9分ちょっとなんですけど、またちょっとちっちゃくします。まただいぶ言ってきてるのでちょっと様子を見てみたいと思います。キャー、禁断のやつ、あ、やけどしないように気をつけましょう。ちょっとねしるしるしてますね。でもだいぶお肉はね火が通ってますね。真ん中はね、すんごいぐつってるんですけど、端っこの米をちょっと確認したいと思います。あ、うん。若干芯が残ってるので、やっぱりもう少し炊いた方がいいですね。このやっぱ水分を飛ばすっていうのが大事かなと思いますので、もうあと3分ほど、頑張って我慢したいと思います。では3分経ちましたのでそろそろ完成と思います。ストップ。この後こいつをね蒸らしていくんですけども、これおろすときほんと熱いんで気をつけてください。結構山に行くときにこの蒸らす用の布をね、いつも忘れてしまうんですけども、最近はメスティンのケースみたいのが一緒にね、販売されてたりするので、そういうのにそもそも入れてメスティンを持ち歩くといいと思います。5分ほど蒸らしていきたいと思います。蒸らし時間が終わりましたので、開封したいと思います。ここも暑いから気をつけてください。いきまーす。オープン。お、むちゃくちゃうまそう。キャー。では、いただきたいと思います。
よし、まずじゃあご飯だけ。うん、完璧。味めちゃめちゃ染みてる。米の炊き加減もバッチリ。ごぼうと鶏肉と一緒にいただきたいと思います。熱そう。うん、やばうま。全部に味が染みてるのと、生姜がもう、生姜がもうね、すごいですね。これはもう生姜絶対入れた方がいい。いやー、美味しくできました。今日やってみて、この鶏ごぼう炊き込みご飯なんですけども、まず美味しさはもうこれは間違いなく美味しいですね。もう誰が食べても美味しいと言ってくれるだろうと思います。で、二つ目の簡単さなんですけど、ごぼうがね、ちょっと事前処理が水にさらしてアク抜きとかそういうのがね、めんどくさいかなと思うので、これは例えば人参にしてしまうとか、あとごぼうでやりたいのであれば、水にさらしてもともとね、薄切りで売ってるやつがあると思うので、そういうのでやってみるとか、個人的には切り干し大根とかすごく合うんじゃないかなと思いました。で、あと、時間なんですけども、時間はね、炊き始めから蒸らしまで全部で20分かかりました。で、20分、ま、ちょっと長いかなという気がしたので、これを時短させる方法としては、お米を水に浸しとく時間をもうちょっと長くとる。なので、例えば、山に行く時であれば、山に行く前にね、もう水につけておくと思うので、まあ、山登ってる最中にもっと染みた状態に、ね、なると思うので、炊き時間は短くなります。で、あとこのお肉が、生肉だとやっぱ火を通すのに時間がかかるので、焼き鳥の缶詰とか、あとはサラダチキンとかそういう、もうすでにそのままでも食べられるようなお肉を使うと、そこも時短につながるかなと思います。最後、安さは鶏肉ですしね。で、今日買ったこのごぼうも見切り品のごぼうだったので、全然お値段かかってません。ということで、いかがでしょうか？本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。私たちのチャンネルでは、山の綺麗な景色、山ご飯、山の道具についての紹介などを動画にしております。また、伊豆の素敵なスポットをたくさん紹介していきたいと思っております。今日のこの山ご飯、美味しそうだなと思っていただいた方は、ぜひグッドボタンを、そして山ご飯研究会をもっと見たい、この丸顔をもっと見たいという方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。